皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の23日、20時54分です。先ほど阪神タイガースの試合が終わりまして、3対1で勝ちました。その前の日の試合で少し気になったことがありましたので、阪神タイガースの、関係者の皆さんに、お伝えしたいと思います。島田選手なんですけども、早い回のイニングで、レフト前のヒットになってしまっていた打球なんですけども、あれはダイビングキャッチすれば、簡単に取れる打球です。それと、森下選手のケースなんですが、同点のケースだったと思うんですが、満塁の場面だったと思います。で、まあ、難しい打球なんですけども、あの場面はもうワンバウンドのボールを取りに行くような場面では絶対ないです。もう一か八かでダイビングキャッチです。捕球の仕方が、森下選手のその時の捕球の仕方が、スライディングしながらこうグローブを、まあ、上からワンバウンドしたボールを取りに行くような、グローブの出し方をしていましたので、そうではなくてもう一か八かで、あの局面は、もう全力で、最短の距離でボールの落下地点ノーバウンドで取りに行かなければなりません。そこは、2日前の試合で負けてしまった大きな、要因の2点だと思います。で、まあ、あとは、まあ、ベンチ内が、2日前の試合、まあ、両方のチームはそうだったんですけども、ちょっと笑いすぎですね。今日の試合も岡田監督が笑ってるシーンが1回あったんですよ。で、まあ、それ原因で、まあ、試合中の間くらいは、しっかりと笑わないで、対応していただきたいなと思います。まあ、カメラに映ってるか映ってないかという部分になってくるんですけども、まあ、それで今日の試合1失点したかなというところです。まあ、今日の試合も他の試合も取り組みながらですので、まだ、試合が終わってないところがありますので、油断ないように、対応をしているところです。以上です。今の広島戦が3連戦、重要なところですので、あと巨人戦ですね、まあ、そういったところ、しっかりと勝ちに行くというところで、皆さんご対応の方よろしくお願いいたします。以上です。